エアモーレアはフランス領ポリネシアタヒチ島ファーにあるファーア国際空港の敷地内に本拠地を置いていた航空会社であるポリネシア諸島で旅客便を運航していたメインベースはファーア国際空港であった同社は1968年9月に運航を開始しエアタヒチが完全所有していた 2007年8月9日、乗客19人とパイロット1人が搭乗していたエアモーレア1121便がフランス領ポリネシアモーレア島のモーレア空港を離陸してから約1分後にラグーンに墜落し20人が死亡した。この便はタヒチ島ファーア国際空港に向かっていた。詳細はエアモーレア1121便墜落事故を参照。 同社は2010年11月から運行を停止している。エアモーレアのツイムオッターエア、モーレアの保有機材は以下の通りであった。ザ・カンパニー、エアーモーレア、リリーブドオン12チューン2011、アワーコンタクトディテールズエアーモーレア BP6019 から 98702FAAA-7 フレンチポリネシア、ワールドエアラインディレクトリフライトインターナショナル、 16-22二マーチ二2004 70 BB 6019 FA インターナショナルエアポート FA タヒチフレンチポリネシア ABC フライトインターナショナル27七マーチ二2007ニュースリリーシズバイキングエアありがとうございます